3つの家族のすれ違いを描いていてですね、結構普遍的な話ですので、いろんな人に共感していただけると思います。今回のテーマとなっているこの座間味島の大自然をぜひ見ていただきたいですね。僕あの3話ともずっと出ているので、あの一番スタッフと一緒に滞在期間が長かったんですね。だから自分が撮影ない時とか散歩したりとかランニングしたりとか、地元の人と話して、その隠れた沖縄の人が信仰している祠とか、昔の人たちの営みみたいのがすごく残っている島だなと思って、なんか僕がそのキャラクターを演じる時に、なんかそういった部分がすごい助けになりましたね。なんか地場の力を借りて物語を紡いでいったというか、まあ、俳優を今やって今15年ぐらいなんですけど、結構今もう自分の中であのやりたいストーリーとか、後から俳優として入るんじゃなくて企画の段階から作っていって、でそれが実現できるようになってきてるんですね。で今岸本監督とまた今新作も準備中ですし、もう3年ぐらいかけて準備していた、まあ、今度ボクシング映画をやるんですけど、そういう意味で言うと、もうなんか自分で育ててきた作品がその形になっていくっていうプロセスがすごい心躍りますよね。